清順は、戦国時代の臨済州に移送。伊勢神宮の式年戦宮復興に尽力した。吉光院三世十字。一説に、大御国の大御源氏、山本義里の血族出身とも言われるが、吉光院旧記には、紀州出身との記述があり、現在の三重県熊野式和町に、奥氏の娘、滝姫が出家して清順と名乗ったとの言い伝えがあると言う。また、 身分け文書の、永禄六年下空生仙愚御神宝目録にも、聖順が、紀の国出身との記述があることから、紀伊熊の出身である、可能性が高いとされる。死である吉光院二世、宝山、佐藤主慶は、天文十五年に熊野で没したと伝わっている。翌天文十六年に、聖順に対して承認号を許す、胸の土奈良天皇からの臨時が残っているが、 この宛先が木の国となっており、この当時はまだ紀州にいたと考えられる。聖順は、伊津川に架かる牛橋の掛け替えのために、諸国暗疑をして、肝心を行い天文十八年に掛け替えをなした。その方に触れた、後奈良天皇は、天文二十年再び臨時をもって、聖順のように、吉光院の御を許した。続いて、聖泉宮再興のための肝心をすべく、聖順は、 知人の母子から、下空官主を通じて、長官、一ネギの松木備彦子にその意向を伝えた。天文22年5月になって、肝人を認める会場が報じられ、各地の武家に対して、造営費用の協力を求める書状が一ネギから送られるなど、戦愁復活の動きが活発化。天文24年4月に、聖戦宮の最初の祭礼である。 山口祭りが実施されたのを皮切りに、諸々の祭礼が行われ、A66 年9月23日に、下空仙宮を採行するに至った。この仙宮にあたり聖順は、伊勢国寺、北畑竹久教に面会して、伊勢、大江の間にある関所を1ヶ月にわたって、解放させている。聖順は続いて、内空仙宮のための肝心を計画するが、A69 年に入弱。 内空戦偶の肝心は四世、周守によって行われ、天正13年10月に下空と同時に採用された。その功績により、1905年11月に十三味を追贈されている。ありがとうございます。